今どんな状況でも土壌、意識をしっかり整えて幸せという種をまいていけば、まあ、行動ですね。ちゃんと未来に幸せの花が咲くんです。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は惚れてまうやろ、男性の心は丸々で奪いますというお話をしていきたいと思います。心を奪われるほど魅力的な女性っているんですよね。虜になってしまうほど男性の心を掴んで離さない女性です。そんな心を奪われる女性が世の中には存在するということなんです。皆さんはそんな男性を魅了させる女性になりたいと思いませんか？そこで今回は男性の心は丸々で奪いますというお話をしていきたいと思います。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただきましたのでご紹介させていただきますね。リュウキさんこんにちは。はい、こんにちは。毎回動画の更新楽しみにしております。 LINE も登録しました。 LINE の無料恋愛診断当たりすぎて感動しました。ありがとうございます。皆さんもぜひやってみてください。ご相談があります。私は42歳の会社員です。最近マッチングアプリで知り合った男性と何度かお食事に行き、その方のことが気になっています。ただ普通の会話やメッセージに次に進めそうな要素がないので気がかりです。5回ぐらい食事に行っているので、ある程度の好感はあるかなと思っているんですが、お付き合いという次の段階に進めないことにムズムズしています。こういう時どんな行動すればいいでしょうか、よろしくお願いしますというご相談です。ありがとうございます。なるほど、そうですね。最近はマッチングアプリの出会いって本当に多いですよね。出会いはともかくお付き合いに進めないとか、彼がいる場合でもこちらから追いかけてしまうというようなお悩みを抱えている方が結構いらっしゃいます。なので今から男性の心は丸々で奪いますというお話をしていきたいと思います。男性の心は丸々で奪います。4選です。まず1つ目です。1つ目はなんとなく接するのではなくて戦略的に接するになります。そうですね、ご相談者さんなんですが、5回デートして何も進展していないならまだ決め手に欠けているのかもしれませんね。こういったケースはあまり急がない方がいいので、まあ、恋愛は急がば回れですからね。ですがもしじっくりと関係を進めていってもいいならその方がいいと思います。まだ5回会っただけですしね。でも食事に5回行ったということなので興味はあるとは思います。興味はあるけどまだ決め手がないといった感じでしょうか。まだ見定めているような感じかもしれません。だからこそなんとなく関わるのではなくて戦略的に関わっていくといいと思うんです。そこから戦略的に関わりながら相手の反応を見てほしいんですよね。彼が今までどんな人と付き合ってきたかをリサーチしていくんです。彼リストを制作するわけです。今まで付き合った人の特徴、その人たちの好きだったところ、付き合ったきっかけなど、そのリストに彼のタイプの女性の特徴が散りばめているからです。そして内面外面ともできる限りそこに近づけていけばいいということです。別れた理由、嫌だったこともリストアップしてほしいですね。しない方がいいことリストも作れます。当然そのしない方がいいことリストにあることはするのをやめてください。このような彼のリストを急がずにじっくり作っていけばいいんですね。そしてそれをもとに彼と接していけばいいわけです。つまりなんとなく接していくより、このように戦略的に接していけばいいということです。するとうまくいく可能性は格段に上がります。続いて2つ目です。2つ目は土台をしっかり作るになります。恋愛をうまくいかせるために土台をしっかり作るということです。理想の現実や理想の恋愛を引き寄せるという皆さんにとっての花を咲かせるには、意識という土壌をしっかり作って行動という種をまいていくことが必要なんです。いつか花が咲くだろうと、このようになんとなく過ごしているだけでは何も起こらなかったりします。つまり土壌をしっかり作っていい種を植えていけばいいということなんです。ですがただなんとなく時間が過ぎているだけという人が結構いらっしゃいます。でも皆さんの意識と行動はその瞬間ごとに絶えず現実を作っているんです。なので今意識と行動をしっかりと作っていけば、自動的に素敵な未来がやってくるということになります。まずは土壌となる意識をしっかりと作っていくということ。土壌がしっかりしていないといくらいい種を植えたとしても育たないからです。それだけ意識って大きな影響があるんですよね。ただ今ある現実は過去の意識と過去の行動の産物に過ぎません。つまりこれからの意識と行動でこれからの未来は作っていけるということです。今どんな状況でも土壌、意識をしっかり整えて幸せという種をまいていけば、まあ、行動ですね。ちゃんと未来に幸せの花が咲くんです。過去のダメなところを見て未来を決めつけないことなんですね。要するに未来はこれから自分で作り上げていくものなんです。全て自分次第です。意識と行動さえ整えば素晴らしい未来が待っているということです。楽しみですね。ですので土台となる意識を整えてこれからデートを積み重ねていくといいと思います。
そんな意識を整えるには愛に意識を向けておくといいと思うんです。愛とはそのものをそのまま自分と一体化させるということです。つまりどんな相手であれ、どんな状況であれ、それに抵抗せずに一旦自分の中に入れてあげるということです。すると皆さんのエネルギーが変わって、相手はそのエネルギーを無意識の領域で感じ取るので、また関係性が変わってくるということなんです。この土台をしっかり作ってから先ほどの戦略的に行動していくというのをやってもらうといいですね。それでは3つ目です。3つ目は男性にとっての魅力的な自信をつけるになります。自信のある女性はモテるとよく言われていますよね。でも自信のある女性ってどんな女性なのと聞かれたら、皆さんはスラッと答えることができますでしょうか。なかなか自信があるという概念って難しかったりしませんか。そんな自信がある女性は男性の心をつかむことができるということなんです。ですが男性目線では魅力的に見える自信と魅力的に見えない自信があります。ですのでそれについてお話ししていきます。まず男性が惹かれる女性の自信は、余裕があって包容力があって自分を尊敬している、このような感じがあれば魅力的な自信を持っている女性になります。ですが一方で男性が惹かれない自信があるんです。それは自分の考えを曲げない上から目線である、自分が正しいと思っているといった感じです。ここをごちゃ混ぜにしている人がたまにいるので注意してほしいんですね。後者って傲慢ですよね。男性が疲れるタイプです。モテる女性は自信がありますが、謙虚さも同時に兼ね備えているということなんです。あまり自信がない男性であれば自信がない女性が良かったりもします。ですが自信がある魅力的な男性は自信がある女性が好きだったりするんですよね。自信がある女性とエネルギーが合いますから。つまり自信を持てと言われて傲慢になるというわけではないということです。真に自信があり、モテる女性は相手を見下したりしないんですよね。例えば能力差があったり実力差があったりする人に対しても対等に接したりすることができます。他人を尊敬しつつも自分も尊敬しています。要は自分を尊敬できているから他人も尊敬できるということなんです。だからこそ相手に媚びず余裕を持っています。つまり余裕があり包容力があり自分を尊敬している、これこそが自信があってモテる女性なんです。そんな女性は男性にとって魅力的だということです。だから追われるんですよね。それでは4つ目です。4つ目は感情を抑え込まないになります。皆さん寂しい時、悲しい時、泣きたい時、腹が立つ時、そんな気持ちを抑えようとしていませんか。そんな方は一度その気持ちの流れのままに身を任せてみてほしいです。無理に抑えようとせずに感じてもらって大丈夫だということです。寂しい時は思いっきり寂しさを感じて、悲しい時は思いっきり悲しみを感じる、そして泣きたい時は思いっきり泣いて、腹が立った時は思いっきり腹を立ててみてください。気持ちに抵抗しないということです。抵抗するから余計辛くなるわけです。皆さんスキーとかスノーボードってしたことありますか。スキーとかスノーボードってよく転びますよね。そんな時流れに身を任せて大げさに転んだ時は意外に怪我をしません。変に抵抗していないからです。でも転ぶ方向の流れに逆らって踏ん張った時に限って余計に力が入って変なこぎ方をするんです。そして怪我をしたりします。コロコロと転げるのではなくてバスッと地面に突き刺さるように転んだりするからです。このような流れに逆らうと無駄に怪我をしてしまったりするんですよね。つまり転びそうな時は抵抗せずに思いっきりその方向に向かって転んでしまえばいいわけです。流れに逆らわない方がスムーズに進むんですね。それに転ぶことは別に悪くはないんです。転ばないと、まあ、例えばボードとかスキーも上手くなりませんからね。同じように例えば恋愛でもネガティブな出来事が起こったとしても、それは別に悪いわけではなくただの事情なんです。ネガティブな感情も同様です。それを悪いとしているのが人間なんですね。だから寂しい時は思いっきり寂しさを感じて、悲しい時は思いっきり悲しみを感じる、そして泣きたい時は思いっきり泣いて、腹が立った時は思いっきり腹を立てるようにしてください。するとそのものが次第に収まってきたりします。ただ人にダイレクトに感情をぶつけるのはやめた方がいいと思います。たまにはいいと思うんですけどね。自分で感じきるということです。僕は格闘技してますので、腹が立った時、まあ、我慢せずにジムに行ってクソと心の中で叫びながら思いっきりサンドバッグを叩いてます。すっきりします。例えば失恋の時に変に明るい音楽を聴いてから元気になるより、失恋ソングを聴きながら涙を流して悲しくて寂しい気持ちに浸る方が割と早く回復したりするんですよね。そんな感情を感じる自分と一緒にいることが、その感情から解放されるコツなんです。全てを受け入れる統一の愛の世界を心の中で構築できるからです。そうすると現実のネガティブな世界が愛の世界にシフトしたりするんです。現実は皆さんの心の中を映し出した鏡だからです。
要はネガティブな感情は愛を感じるために必要なことであるということになります。なのでこのようにネガティブな感情を否定して抑え込もうとせずに流れに任せて思いっきり感じるようにしていきましょうということなんです。それが皆さんのエネルギーをクリアにしますから。そして皆さんがクリアなエネルギーを発するようになれば相手はそのクリアなエネルギーを受け取ります。エネルギーって無意識の領域で受け取ってますからね。ですからそんなエネルギーがクリアな女性に男性は惹かれるということなんです。そして追われたりします。いかがでしょうか。以上が男性の心は丸々で奪えます4選になります。まとめていきますと、まず1つ目がなんとなく接するのではなくて戦略的に接する。そして2つ目が土台をしっかり作る。そして3つ目が男性にとって魅力的な自信をつける。そして4つ目が感情を抑え込まないになります。男性の心は丸々で奪えます4選ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご質問をお待ちしております。ご質問の方はブログ、メルマガ、YouTube などでお答えさせていただきますね。概要欄の方に URL を貼っておきますのでぜひご登録ください。 LINE をご登録いただいた方は男性心理と宇宙の法則をマスターし理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。また龍気の LINE 占いアプリがリリースされました。人類や恋愛について占っております。ご興味がある方はプロフィール欄に URL を載せていますのでぜひご覧いただけたらと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。